スポーツ市民局の組織や予算、主な事業などについてご説明します。最初にスポーツ市民局の組織についてご説明します。スポーツ市民局には総務課と4つの部があり、地域振興、人権施策、市民生活、スポーツ推進などを主管しています。総務課では局内の人事及び予算決算、局内重要事項の総合調整などを担当しています。地域振興部では府行政の推進、地域振興、市民活動などを担当しています。人権施策推進室では人権啓発をはじめ、人権施策の推進などを担当しています。市民生活部では安心・安全・快適まちづくり、公聴活動・情報提供、消費生活・男女平等参画などを担当しています。スポーツ推進部ではスポーツの普及・振興、スポーツ施設の運営・整備、スポーツ戦略などを担当しています。令和5年度の予算を大まかな区分ごとにご説明します。なお、ここでお示しするのはスポーツ市民局の予算です。人権施策の推進にかかる経費、安心・安全・快適なまちづくりにかかる経費、区行政の推進にかかる経費、スポーツの振興にかかる経費など、合計で359億円余りをスポーツ市民局の予算として計上しています。ここからはスポーツ市民局の主な施策をピックアップしてご説明します。まずは人権施策の推進についてのご紹介です。名古屋市では名古屋市基本構想のもとに策定された総合計画を人権の視点から補完し、人間性豊かな街名古屋の実現を目指して、人権施策を総合的・計画的に推進していくための指針として、令和2年3月に名古屋人権施策基本方針を策定しています。この方針に基づいて人権に関するさまざまな取り組みを行っています。次に名古屋人権啓発センター、ソレイユプラザ名古屋についてご説明します。名古屋人権啓発センター、ソレイユプラザ名古屋を中区伏見の伏見ライフプラザ内に設置し、市民の皆さん一人一人が人権問題を身近にある自らの問題として気づき、学び、行動するための多様な機会を提供しています。ソレイユプラザ名古屋では、1年を通して講演会や映画会などを開催するとともに、高齢者や妊婦、車椅子などの疑似体験ができるコーナーや、人権に関するパネル展示、図書、DVD の閲覧、視聴、貸し出しのほか、学校や地域、企業などの団体やグループが人権研修や人権学習の際に無料で利用することもできます。次に、名古屋市ファミリーシップ制度についてご説明します。誰もが人権が尊重され、一人一人の個性や多様な価値観、生き方を認め合える社会を実現するため、名古屋市ファミリーシップ制度を実施しています。互いを人生のパートナーとしている2人が、日常生活において対等な立場で継続的な共同生活を行うことを市に宣誓し、市がその事実を証明するもので、2人の他に希望すれば同居するお子さんを含めることができます。現在の婚姻制度を利用できない、利用しない性的少数者や事実婚などのカップルの方が利用できます。宣誓を行った方々には、免許証サイズのファミリーシップ宣誓書受領証明カードと A4 サイズの宣誓書受領証が交付されます。次に、子どもを守る交通安全対策についてご説明します。子どもを守る交通安全対策として、ドライバーの方々に交通ルールを再確認していただく啓発をはじめ、3つの取り組みを行います。まず、ドライバーの安全運転の意識の向上を目的とした動画を新たに制作し、テレビ CM やウェブ広告などで放映するほか、
市バスラッピングを活用した広報に取り組みます。次に交通事故を想定した映像資料により、子どもが自ら安全対策について考えることができるようなコンテンツを制作し、子ども同士で話し合う機会に活用します。また民間事業者の協力のもと、子どもを対象としたウェブ調査を実施するなど、デジタルを活用した通学路の安全対策の充実を進めます。次にエスカレーターの安全利用促進についてご説明します。名古屋市では名古屋市エスカレーターの安全な利用の促進に関する条例を令和5年3月に制定し、10月に施行します。条例ではエスカレーターを利用する方々に対し、右側左側に関わらず立ち止まって利用することを義務付けています。エスカレーターは階段とは異なり、歩くようにはできていません。エスカレーターで歩くと自身の転倒の原因になるだけでなく、接触により他の方を転倒させる恐れがあります。ぜひ立ち止まっていただき、安全にご利用ください。次に区役所におけるスマート窓口の推進についてご説明します。さまざまな手続きを行うため、大勢の市民がいらっしゃる区役所・支所の窓口を利便性が高くスムーズに手続きを行えるようにするため、待たなくて良い窓口、書かなくて良い窓口、分かりやすい窓口をコンセプトとしたスマート窓口を推進するための取り組みを行っています。待たなくて良い窓口の主な取り組みとして、すべての区役所市民課、支所区民生活課における住民票の写しなどの手数料のお支払いについてキャッシュレス決済を導入しています。書かなくて良い窓口では、身近な方が亡くなられた後の区役所・支所での多岐にわたる手続きについてご案内し、各種申請書などを一括で作成するお悔やみコーナーを設置しています。お悔やみコーナーは令和3年度より順次設置しており、令和5年7月にすべての区役所・支所に設置する予定です。分かりやすい窓口では、スマートフォンなどを活用し、転入・転出・結婚などのライフイベントについて窓口で必要な手続きや持ち物などを簡単に調べることができる暮らしの手続きガイドの導入などに取り組んでいます。今後もさらなる区役所におけるスマート窓口を推進するための取り組みを検討していきます。次に地域コミュニティの活性化についてご説明します。住みやすく愛着の持てる地域、魅力ある地域を作るため、地域活動を支援し、地域コミュニティ活性化に取り組んでいます。区役所と共同し、町内会や学区連絡協議会の活動支援、町内会・自治会の加入促進や、地域団体の役員の方と若い世代が対話するワークショップを実施するなど、地域活動へ新たな担い手が関われるよう取り組みを進めています。また地域活動へ ICT を活用できるよう、相談支援やコミュニティセンターへの Wi-Fi 環境整備を行うとともに、施設のリニューアル改修に向けた設計および各種調査を実施していきます。さらに地域団体の皆様が気軽に相談できる相談員を新たに区役所に配置し、身近な区役所で地域活動の支援が行えるよう取り組んでいます。次に区役所庁舎の改築などについてご説明します。庁舎の老朽化などの状況を踏まえて、順次区役所の改築を進めています。令和5年1月に供用を開始した中村区役所や、現在設計を進めている千種区役所における改築では、保健センターや土木事務所などの施設と複合化するほか、民間事業者の技術を活用した整備手法を導入するなど、窓口サービスの向上やコスト面を考慮した取り組みを図っています。
また千種区役所及び中村区役所の改築では防災上の観点から周辺道路の無電柱化などを実施します。次にスポーツの振興についてご説明します。本市のスポーツの振興については令和5年3月に策定した第3期名古屋市スポーツ推進計画においてキャッチフレーズレッツエンジョイスポーツ、名古屋でスポーツを楽しみ、作り、共につながろうを掲げ、すべての市民が楽しさや喜びを感じながらスポーツへ自発的に参加できるよう、スポーツの実施機会の充実などに取り組んでいます。スポーツ活動の普及のため、さまざまな団体と連携し、各種スポーツ・レクリエーション大会やe スポーツの体験会などを開催するほか、その場にいる誰もが一緒に楽しめるユニバーサルスポーツを推進しています。次に障害者スポーツの振興についてご説明します。障害者スポーツにおいては実施環境の整備、理解促進・普及啓発、人材育成確保、競技力向上を4つの柱に振興に努めています。実施環境の整備では障害のある方がより安心してスポーツに親しむことができるよう障害者スポーツセンターを運営するとともに新たな障害者スポーツセンターの整備などを行っています。次に理解促進普及啓発では、私立小中学校への体験出前授業などを行い、障害者スポーツや障害への理解促進に努めています。また人材育成確保では、障害者スポーツを支える人材育成のためパラスポーツ指導員養成研修会の開催などを行っているほか、競技力向上では名古屋市障害者スポーツ大会などの開催や競技用補装具など購入費用の助成などを行っています。第20回アジア競技大会など会場施設の整備についてご説明します。令和8年に愛知・名古屋で開催予定の第20回アジア競技大会と第5回アジアパラ競技大会のメイン会場となる瑞穂公園陸上競技場の建設と、アジア競技大会の会場として仮決定されているレインボーホール、レインボープール、瑞穂公園ラグビー場、稲園スポーツセンター、港サッカー場、東山公園テニスセンターの整備を行います。令和5年度は、瑞穂公園陸上競技場の建設工事と、その他6施設の設計及び工事を行います。アジア競技大会、アジアパラ競技大会のレガシーとなるように、その後の大規模な大会の誘致も見据え、本市のスポーツ振興の拠点となる施設の整備を進めていきます。最後に名古屋スポーツコミッションについてご説明します。名古屋スポーツコミッションは令和8年に愛知・名古屋で開催予定の第20回アジア競技大会と第5回アジアパラ競技大会による交流人口の増加やスポーツ機運の盛り上がりを捉え、またその後の大会レガシーの継承を目指し、本市とスポーツ団体、観光産業などとの官民連携の組織として令和3年9月に発足しました。スポーツの持つ幅広い価値を地域の活性化や都市ブランドの向上につなげることを目的に、スポーツツーリズムの推進やスポーツイベントの開催、スポーツ大会の誘致などを行い、名古屋の魅力を高めていきます。